嵐を呼ぶ男やってみてえなと思います。おいらはドラマ、ヤクザなドラマ、おいらが叩けば嵐を呼ぶぜ。喧嘩代わりにスティックを握れば恋の嘘も吹っ飛ぶぜ。えい、この野郎、生かしちゃおうかね。全然違うな、俺って。このセリフのところでですね、えい、パンチだ、フックだ、それからなんかボディだ、フックだと言いながらですね、子供だったんですよ、私ね。で、えい、チンだって言うんですけども、ボクシングって大変なところを打つんだなと思いながら、チンだ、チンだとか言いながらですね、友達同士ですね、チン、チンを打ちまくったもんですけど、大人にですね、そこじゃねえんだ、バカ野郎。チンはここのこと、顎の先だと言われましたですけどね。